ただ曜日の動画更新が止まってもう早2週間ぐらい経ちましたけど、で講師も知らない人が山ほどいるんですけど、それ本当にね、で僕らは交通費すらもらってなかった、交通費ももらってないの揉めて辞めたらめっちゃ叩かれるの新しい収録が止まっていて、撮影もしてない言ってる、空いてます、今チャンス、いつ撮影するか、当心のテキストでやるんだったんですか始まりました、もちろちゃんです。さあ、そう先生じゃないですか。いやもう久しぶりですね。なんか笑ってないですか。いやいやいや、なんで俺が来て笑うの。いやすごいなって思って、何がすごい、何にも言ってないのよこの人。いやあれ、なんかただ曜日の動画更新が止まってもう早2週間ぐらい経ちましたけど、ただ曜日ね、まあただ曜日の話じゃあやりますか。おお、言うの、いいですよ、はい、いやいや言うも何もそのもうむしろ言いたいですよ本当は。そうなんですね、はい、もちろん、はい、まあ、ただこれも本当あくまでも個人的な意見というか、はい、あれなんですけど、はい、まあ、あの皆さんただ曜日見てらっしゃる方がね、うん、今全国にね、はい、あのたくさんいると思うんですよ、はい、いやいや、なんでこれ見た今笑い完全に素で笑ってんじゃん。いやいや本当たくさんの人の記憶を支えてね、はい、本当、はい、ただまああの動画の更新とかが、はい、まああんまりこうね、そう進んでないっていうのを、まあ、もしかしたら皆さん、はい、お気づきかもしれませんけど、まあやっぱりねなかなか難しいものがあってね、はい、講師も知らない人が山ほどいるんですけど、いやそれ本当にね僕が聞きたいですあのいやいつの間にか誰かが来て、はい、で収録をしてまた去って、はい、あ、まあ、去ってというかまあそのあの、はい、っていう感じなんですよね、はい、だからちょっともう把握しきれない、うん、そう誰が動かしてるんだってことなんですけど、はい、もうこれね本当に分からなくなってるんですよね。そうなんですか。うん、そうなんですよ。絶対ここに漢字出すでしょ。そう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 。もう大体手の内が読めてきたのでまあでも一部のね生徒には学習の資材として貢献してるとは思うので、まあうまくいってくれたらなという、そこに関わったものとしては多分森哲先生もそう思ってらっしゃると思うんですけど、やっぱりでも YouTube でうまく運営していくだとか、まあその後にプレミアムというその会員制サイトを作った、そうです、それもねやっぱりねなかなか難しいんですよね。新規事業っていうのはやっぱりこう山あり谷ありで、それだから僕のところにもオファーが来て、そのプレミアムにだから出すかって言われた時に、いやただで僕は出すって決めてたんで、うんうん、だからそれは出しませんって言って僕は断ったんですね。いやかっこいいですね。いやもう実際僕が参加した時、参加させていただいた時はやっぱりそういうコンセプトがあって、うん、でまあ無料で教育を提供してアフィリエイトですよね、はい、間接的に一応まあお金をもらうと、うん、まあ、これはあのお金もらわないと人間死にますからね。そうそうそう、それ分かってないですね、うん、それは揉めて辞めたらめっちゃ叩かれるいやいやボランティアやってる、まあ、NGO 組織でもそうですよ。お給料もらって自分が食べて家族を養って、でまあ無料で労働共有すると。 NGO、NPO ね、なんかお金を求めるなっていう人いますけど、いやいやいや、生きていけないよ、どうするじゃない、もう霞食ってね生きていけませんまあだからそこはね何も汚い話でも何でもなくて切実に大事なことなんですよ。ただ完全に無料だとやっぱりどうしても事業がね立ち行かない、うん、でもそこでやっぱ難しいものがいろいろ噴出し、うん、まあ中でいろんな、まあ最終的にはこう人間ですからね、やってるのが、はいはいはい、人間のいろんなドラマが展開して、まあ、例えば彼がああなったりとか、はい、こうなったりだとか、はい、まあ、どこまで話せばいいですか。まあ俺の場合はね、だってまあ宗先生が泣いた動画もあるぐらいですから。泣きました。泣いてるサムネも泣いてるし、 あれ後でね、あの映像処理でやつ、なんでだよあれ知ってめっちゃ泣いてたもんいやあれはね、なんかまあコメントとか話した後ね、こうやっぱグッときたんですよ。やっぱ気持ちが優しいから僕なんかは、はい、私もそうなっちゃった、ね、はい、めちゃくちゃにね、うん、叩かれてね。そうです、そう、そう生きていけない。僕なんかその YouTube の動画出すなって言われて、そんなのひどいわ、そんなの無理ですよって言って、そひどすぎる。そんなんじゃ何のために、で実際本当にお金もらってなかったじゃないですか。全くもらってなかったんですよ。で僕らは交通費すらもらってなかった。交通費ももらってないの。もう一回言います、僕らはね、はい、まあまあまあとりあえずその時もほらだって最後までやるならやれとか、はい、誰が悪いか言えとかね、はい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 、ずっと言われてたじゃない。そうそうそう、もうね全部痛いですよ正直、うん、彼がやったのは要はどう言えばいいの、もう比喩的にしか語れないか、事故にあったみたいなもんですよ。もらい事故で横断歩道歩いて向こうまで行こう思ったらトラックにはねられたと。はねられて瀕死の状態で顔を上げたらね、その運転手がね自分の身近な知り合い、まあ、例えば兄弟とか親だったんですよだからこいつにやられたって言わず
ずに飲んだ。でね、君たちはですよ、その向こう岸まで渡らなかったことを途中で渡りたくてこう行き絶えていく彼をの鞭叩いたわけですよ。ぶっ倒れてるの。もうその上から死人に、お前なんで向こう岸まで行かねえんだと。行きたいよ、死ぬほど最後までやりたかったの。もう全部わかってるから、もうね、言えない言葉を全部飲んで、誰かの何かと、あるいは組織も事業も全部守りながら死んでいったと。死んじゃったわ。まあまあまあ、そうですね。まあでも今ね、ユーテラという、はいはい、もう今やすごいじゃないですか。そうですね、まあまあまあ、うん、まあ動画のね、本数はそんなじゃないですけど、例え日なんてもう何千本とありますけど、あったっけ、はい、まあでも収益はユーテラの方が何倍もありますよね、絶対。いや、すごい、もうやっぱりね、ブレーンが違いますね。なんといっても佐藤先生ですか。ああ、佐藤先生、これはすごい、本当に。もう僕もずっと見てますけど、はい、本当にもうずっと見てますもん。ずっと見てるんですね。ずっと見てます。僕もそれで、やっぱね、似てるとこが結構あったんで、宗先生と佐藤幸先生って実は。ちょっと待ってください、それ大事な話ですね。あんなすごい人と僕のどこが似てるの。いやいやいや、通ずる部分はずっと見てて思ってたんで、宗先生と授業見た時とか、僕は幸先生ね、生で習ってましたから。今ちょっと全て今ビタミンとして吸収してますから、その言葉。まあでも言うたらすごいですよ、だから。ありがとうございます。宗師宗愛ですね。宗の漢字ちゃんと。宗に、そうですね。あ、宗死ぬにしてくれ。なんでよ、そう、悲しい。そう、そうです。そう、悲しい。いいこと何もないから、こっち。いや、だからなんかね、こう見てるとね、輝いてるように見えて。人間、そうじゃない。普通やっぱり、ね、楽しそうな方とか、ワクワクする方にね、これなんか、面白そうだなって。やっぱり、きっかけってそういうものだとは思うんですよ。まあ、いつにしますか、じゃあ。じゃあ、いつ撮影するか。言うてる空いてますんで。じゃあ、席は、宗先生の席は。平さん、どうかしら。いやいやいや、それは、それはダメです。それはダメです。もう、素晴らしい方ですし、素晴らしい授業なさってます。まあ、そうか、ただよみも動画出てるんで、じゃあ、当心のテキストでやるのどうですか。じゃあ、それいい。それいいですね。そのままにしてやりましょう。現代文トレーニングっていうね、もう現代文トレーニングのやつそのままやりましょう。渾身の力で作った授業があるので、それ無料で、じゃあ言ってレベル流しましょう。ちゃんともう本当にね、投信に怒られるわこれ。全然怒られても何もないじゃないですか。何にもないけどね。まあそうですね、確かにね。現代文トレーニングをじゃあ無料 でそうすると ね、有料で取ってる人の気持ちを考えたことあるのかっていうコメントが来るんですけど、だからっていや、でもね、もう今でもね、なんかね、現代文トレーニング今受講してますって言って、はいはいはい、よく声をかけてくれるんですよ、はいはい、生徒が。で、大抵二言目に言われる言葉が、でも先生、動画が古いですっていう。ああ、なるほど。やっぱりちょっとね、撮り直しとか、そういうのが必要かなと思うんですよね。それで、やりましょう。黒板、まあ、ただめんどくさいのが黒板でやるか、電子黒板でやるかで、場所変わっちゃいますけど、どうします？どっちでも。あ、それ別に、あ、なんかお寺みたいなとこで買って。あ、やってないっす。あ、もうやってないの、はい、今、ゴロゴネットでいるんで。あ、ゴロゴネット、なるほどなるほど。ゴロゴの出版社のとこでやってるんで。黒板ですか？あれは電子黒板。そこに黒板ないんで、だから、幸男先生別撮りしてるんですよ、黒板と今。あ、なるほど。へぇ、そうなんですか。いや、お寺でなければ、それは別に。なんでお寺じゃなきゃいけない。お寺の時はね、はい、皆さん動画見てる時にいろんなものが映り込んだと思うんですよ。じゃあ、ちょっと普通のスタジオと、なんか合わせ技がいいか、それとも。まあ、工房筆を選ばずっていうことわざがありまして、ありますね。まあ、あるもので最大の力を発揮するとやっぱり。じゃあ、ショガで、ショガで。本当は、いや、ショガカメラだけは、ショガだけはね、あの現代文ってね、こう1ページこうカメラがこうずっと動くんですよ。これね、あの、東進時代、野島先生という、サングラスをかけたね、素晴らしい方がいらっしゃって、僕はあの、初めてお会いした時に講師して、最初の一言目がね、そう先生、ショガカメラはね、やっぱり使わない方がいいですよってね、まあ、自分がやっぱりね、そこでやっぱりいろいろ得た、まあこれ素晴らしいアドバイスですけど、その当時ね、僕ね、ショガカメラ全く使ってなかったんですよね。まあ、使ってたのは、その、まあ、林先生。うん、林先生はね、うまく使ってらっしゃって、どうしようかなと思って。やりましたかね。あ、やったの？へぇー。ただ、SFC ってめっちゃめんどくさい。過去問一緒です。めっちゃめんどいです。いろいろやんなきゃいけなかった。あと、イカシカ代もそう。めちゃくちゃめんどくさい。いろんなことしなきゃいけないんで。なるほど。だから、電子黒板にはこれ写しといて、書画はこれで、黒板はこれで、みたいなんでやってた。はぁ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 。特にイカシカかな。それでやってて、そこで、いや、これはもうやりにくいって言って、で、デジタル黒板。黒板っていうの、黒板にこう投影できるシステム、あ、僕が言って、またSIMがあるんですか。僕が言って入れてもらったんですよ、SFC に。
に、あ、違う、投資に、投資に、投資に、あれいいって思った皆様、あれ僕のおかげですからね、あれが入った投資にすごい資金力ですね。そうそう、やってで西さんと僕が使ってたんですけど、二人ともいなくなって西先生西先生と僕が使ってたんだけど、あれそうなんだ、なんか素晴らしい先生がね、次から次へと、なんででしょうね、これ。いやいや、まあまあ、まあ、それはまあ予備校講師側の問題もあるし、まあいろんなことがありますけど、じゃあどんな問題が、おいおいおい、すいません、ちょっとそこ深掘りしちゃって例外じゃないじゃないですか。そうですね、まあそうですね、確かにね、僕の場合僕に問題があったっていうわけでは本当はないのコメントでじゃあ分かりました、じゃあちょっと言っとくんで。そうですね、まあでもこれはやっぱり共同体ですから、まあ、みんなウェルカムというか合意でね、出ないとやっぱりなかなか難しいところも、今だったらユーテラね、資金力あるんで。ああそうですか。1本いくらでやりますか。ただではやっぱりね、やってもらう、1本の動画何分ぐらいなんですか。あ、もうバラバラです、もうその人、まあ編集費用がまあ1万ちょっとかかってる。ああ、なるほど。へえ。で、まあ総先生にもそれぐらいあれば、まあ、2万ぐらいですから。ああ、そんなんじゃ僕やらんのかい。ただでやってたやつがやるのかい。本当ですね。全然全然それぐらい。いやもうね、もう森田先生ね、結局ねここなんですよ、人間最後はここが熱くなったり踊ったりね、まあもちろんその先立つものも大切ですけど、それも次の議論なんですよね。そう、でそこ開けときますね。うん、ちょっとその話は後でね、動画切った後しっかりとあの話しましょうよ。それでちゃんとほらゆきお先生もバズらせたじゃないですか。そんなすごいわ。1年2年ぐらいずっと考えてて、ずっとやり方をずっと YouTube 分析して、どうやったらこのユーテラでかくそんなに考え続けて心折れないんですか。折れないです、そう簡単には。どうなんですか、はい、そんな人って。それはね、分かってたんで、うまくやれたんで、同じようにできました。1年2年ずっとかけてくすぶり続けたのをどっかで爆発させるという長い。でもほら、もう今もう爆発した後なんで。あ、そうですね。今チャンス。もう焼け野原みたいになってないよね。大丈夫。もう終わっちゃった、うん、もう終わって。今だからその大人世代に、大人世代って言っちゃってますけど、ユーテラだって大人ですから見てる。ああ、今や教育系動画って。そうですか。そうです、学び直しなんで、ちょっとその大人に刺さる現代文トレーニング。まあでもね、例えばそのネットのね、コメントなんか見ててもそうですけど、うん、まあいわゆるリテラシーというね、はい、読み書きの力って母語だからできてるってんじゃなくて、うん、そう僕むしろね、外国語はそれをチェックするシステムってあるじゃないですか、はいはいはい、テストであれ、はい、トーイックであれ、うんうん、でもね、日本語ってね、こう日本に住んでて当たり前に使ってるとね、日常会話が滞りなければこれでいいだろうと。でもその会話そのものも実はうまくいってないことって本当はいっぱいあってね。めちゃくちゃあるよ、僕らの LINE だってうまくいってない。そうですよ。もう誰かに一方的な問題があるんですけど、でもまあいずれにせよそういったことって本当はね、潜在的にはたくさんあって、需要そのものをうまく喚起すればね、ビジネスパーソンのみならず、仮に知恵と経験等のある年配の方も含めてね、やっぱりもう一回こうそこの技術をブラッシュアップするというか。絶対そう、先生だった漢字だけでもめちゃめちゃ面白い授業できる。漢字だけで。そうそう、漢字だけでやってる。それ難しい。筆選ぶわ。それ難しい。もう筆も紙も選ぶわ、はい、すごいむずい。まあでもまあね、いろんな面白い新しいチャンスというかね、試みができそうで、受験で枠をね、はい、超えて、それ面白そうです。確かにその辺のことも、はい、話し合っていきます。そうですね、はい、ご期待いただければ、まずはい、もうぜひ。まあ、例えばもう、じゃあ誰がやってるかもわからんということで。そうですね、うん、残念ながらやっぱり非常に今難しいと思いますね。文献も理系も止まってるってことですか。動画はもう新しい収録は止まっていて、あ、撮影もしてない、はい、はい。だから今までのものをこう焼き直してもう一回アップロードしてるみたいなのが現状なので、あ、なるほど、うん、まあ実質それはね、どうやろう。例えばせめて僕の動画だけでもくれないですか。ちょっと本当そうだよ、僕の動画だけでもこういうね、何ももらってない、ね、そうそうそう、第1個目のね、何にもお金もらってないですから僕もそうですよ。いやー、そうなんですね。なるほど、わかりました。はい。じゃあサムネもずっと写真同じで字だけ変わってるやつだったから、もう、あ、これサムネの料金も発生してないんだなっていうのがわかるんですけど。まあそうですね、大変ですよね。現状今タテビのホームページを見て、いろんな先生がこう話してる、うん、それ非常にこうアクチュアルな動きに見えるんだけど、うん、まあその中の先生たちはもうほとんどはそう、もう距離を置いてしまってて、あ、なるほど、ほとんど実はタッチしてないという、ね、うん、のが現状だったりするんですよね、はいはいはい、で彼らがまあじゃあそういうこう情報でも何でもそうですけど、うん、経営側とこうアクティブなやり取りがあるかって言うとそれも実はないので、あ、なるほど、うん、なんかねフェードアウトしたとも言えないし、はいはいはい、また同時に深く関わってるとも言えないと、うん、
で僕は比較的その情報集まってる方ではあるんですけど、まあ、僕ですらそのよくわからないことが多いというのが実態なんですよね。あ、でも途中からでも講師の人たちお金もらってましたよね。あ、そうです。これはね、契約がね変わったんですよ。全く無料でやるという志をキープできるっていうのは、もう本当にね、一番最初何人かだけでやっぱり、ね、続かないんですよね、切られないです、これは事業そのものを、まあ、それは悪いことじゃないんですよ。報酬もらってることが悪いことではなくて、当たり前のスタイルに戻ったというかね、やっと行き着いたというべきか。ただ僕たちはそのままずっと報酬ゼロの、交通費ゼロ。だから僕10万再生とかね、何十万再生の動画いっぱいありますけど、はい、あれは一切もらってませんから。本当に信じらんないですよ、はい、そう信じられない、はい、いやだからもうそういう状況の中でそれでもやっぱりこうワクワクしてやってたところが、どうしてもねそこに水が差されるような事態がこう連続するわけですね、うん、その時にやっぱりそのやりかけたことを頓挫したと言われてはならないっていう、もう誇りというか教示というかね、執着心というか、もうこれ難しいんですけど、いろんなもので人間は動くんですが、その報酬もらってるって人たちっていうのは、講師はやっぱり行くばっかの報酬で動いたり、はい、これねやっぱりね一枚岩ではないんですよ、うん、それぞれ続ける意味と理由みたいなものの重さと性質が違いましたね、だからまあ僕が語るタダヤビ論というのはあくまでも僕の試験であって、僕の目から見たタダヤビであって、それぞれ各講師にはねやっぱ意味も価値も違ってたりする。だからここは難しいです、うん、はい、という形でございます。はい、ぜひとも僕の動画だけ交渉してください。運営している方が誰だかわからないんですけど、ということになりますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。